めちゃモテないサックス、ゴーゴーじゅんさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤潤と申します。知っている人は知っている、初めての方はナイスとミーチユー。今日でなんと100回目でございます。ゴゴジュンピーポーの皆様のおかげで100回目を迎えることができました。本当にありがとうございます。パチ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 。そんなわけで早速今日はですね、皆様にプレゼントの楽譜を演奏したいと思います。シェルブールの雨傘、どうぞ。シェルブールの雨傘をお送りいたしました。このアンサンブルの譜面を皆様にプレゼントいたしますので、万が一この譜面やってみたいから欲しいですっていう方がいらっしゃいましたら、メールでお申し込みをお願いいたします。その際ですね、懸命に100回プレゼント送れ、そしてですね、本文にダジャレとお名前を書いてくださいまして、チャンネル55じゅんさん@gmail.comまでお申し込みください。そうしましたら、その申し込んでいただいたメールに添付して返送いたします。はい、ゴゴジュンピーポーの皆様と今まで仲良くしてきましたので、無記名の方にはお送りすることができませんので、どうぞお名前を書いてください。ダジャレ思いつかないよっていう人がいましたらですね、例えば、ロック、水割り、ハイボール、サントリーウイスキー、
毎日飲むのが日課とか、これ井上潤さんのあれです。すいません、潤さん、すいません、適当でいいですから。お酒好きとかね、何でもいいです。なんか書いてください。なんか譜面遅れだけだととっても寂しいので、なんかこう会話を、血が通ったものが欲しいなぁ、私は思いますので、どうぞよろしくお願いします。チャンネル5513。本日は表彰状授与がございます。我がチャンネル5513の発展に多大なるご尽力をいただきました大江833さん、いつもありがとうございます。大江さんはですね、新しいゴゴジュンピーポーを、ね、発見するたんびにね、コメント欄に書き込みをして教えてくれます。それで私たちが分かって、あっ、でそこのとこ行って見て、わー、素晴らしい素晴らしい、いいねとか、なんか書き込みをしたりしています。大江さんのおかげでいろんな方と知り合うことができました。本当にありがとうございます。それでは表彰状を授与いたします。エア表彰状。はい、大江さん、しかしながら景品はございません。すいません、貧乏なチャンネルなものですから、本当にすいません、感謝しております。感謝だけ送ります。それからうちのカラオケや楽譜を買ってくださった方で YouTube に発表したよっていう方は、どうぞ自己申告をコメント欄に教えてください。見に行かせていただきます。よろしくお願いします。チャンネル5513。はい、最後にお知らせでございます。前回演奏いたしましたニューシネマパラダイスの楽譜がミューカムさんより発売になっております。もし欲しいという方がいらっしゃいましたら、ミューカムさんの方にお申し込みをお願いいたします。そして、カラオケの第2弾が、この間もマスタリングとか全部やってきたんですけど、4月末ぐらいまでには、アムニコラネットショップさんから発売できそうな感じでございます。発売になりましたら、またお知らせをいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル5513。はい、皆様、世の中、あまり外に出ないようにっていう風に言われておりますが、皆様どういう風にお過ごしっていらっしゃるでしょうか。私は家の片付けやいらないものを捨てたり、もうワイヤーな部屋をものすごい綺麗に しました。緩くなかったですけど、本当に頑張りましたよ。なわけでね、家にいてね、時間をどうしたらいいかなーって思ってる方はね、私の YouTube をね、1から1、2、順番に1、2、3ずっと見ていくとね、何時間もかかりますけど、面白いですよ。私の喋りのこの下手くそなから少しずつ慣れていってですね、そういうのが見れたりするので、本当にお時間がある方は YouTube ぜひ見てやってください。では皆様、そんなわけで手をよく洗って健康に気をつけて、何度も言いますけど前向きに頑張りましょう。それでは今日はさようなら。ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。